た。おはようございます。おはよう。ずいぶん早いな。ちょっと掃除を。サデさん今日お休みですか？うん。その箱は？これですか？これはですね、時間を動かす道具なんです。時間を動かす道具？はい、私が中学1年生の時に祖父が作ってくれたんです。アリバイ崩しを教えてくれた君のおじいさんか。はい。ああ、これもアリバイ崩しのポイントとなるアイテムなんですよ。でもアリバイ崩しってそもそもどうやって教わるものなんだ？あ、やっぱりそこ気になります？いや、まあ、気になるっていうか、参考程度にな。はい、私が祖父にアリバイ崩しを初めて教えてほしいと頼んだのは私が小学3年生の時でした。アリバイを崩している時の祖父の姿はとてもかっこよくて。時代さん、どうですか？時を戻すことができましたよ。旦那さんのアリバイは崩れました。やっぱり怪しいと思ってたんですよ。旦那さんがね、出張からお戻りになった時、スーツケースの中から出したお土産はあらかじめ旦那さんが現地からお取り寄せになっていたものだったんです。つまりすでに旦那さんが出張にお出かけになる時にはスーツケースの中にお土産が入っていたんですよ。あの、本当に5000円でいいんですか？十分ですよ。いや、もうちょっとちゃんとお支払いしないと。いやいや、私自身の勉強にもなりますし、成功報酬ということで一律5000円ということにさせていただいてます。じゃあお言葉に甘えまして。はい、ありがとうございます。じゃあこれをお願いします。どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。今夜は家族会議だわ。はい、どうぞ。まあ、ありがとう。ねえ、おじいちゃん。ん？私もアリバイ崩しやってみた。だっておじいちゃんが言ったんだよ。ん？アリバイ崩しも時計屋の仕事だって。おじいちゃん。ん？おじいちゃんはなんでアリバイ崩しなんてやってるの？そうだね。アリバイというのはね、時間を盗むことなんだよ。だからね、その盗まれた時間を取り返すのも時計屋さんの仕事なのかもしれないなと思ってね。へえ、私は将来この店を継ぐんだから、アリバイ崩しを教わってもいいでしょ？ねえ、お願い。うちは争えんね。え？うん、ちょっと待ってなさいね。よし。はい。これは？
おじいちゃんが自分のために作ったアリバイ崩しの練習問題だよ。解いてみるかい？うん、おじいちゃんありがとう。うん、あっ、また苦かった？いやいやいや、微妙だよ。絶対嘘。いやいや、大丈夫大丈夫。うん、これがその時祖父がくれたノートです。へえ。サルさんも一問くらいチャレンジしてみます？いやいや、私を誰だと思ってる。いくらなんでも小学生が解く問題なんてな。結構難しそうだな。ですよね。それから一問解いては祖父に答え合わせをしてもらって、全部解けたのは私が中学1年生の時でした。え？中1でこれを全部か。ちょうど最後の問題を解いたのがゆうまさんが初めてこの店に来た時のことでした。ここであいつが出てくるのか。はい。家にいるように見せかけていた。おお、正解。やった全問正解。いや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 、素晴らしい。うん、やった。おじいちゃんありがとう。すいません。あ、ちょっと待って。はいはい、いらっしゃいませ。ちょっと時計の修理をお願いしたいんですけど。お願いします。え、ちょっと待ってください。学生さん、これすごい時計をお持ちになってらっしゃいますね。いや、若い頃から本物を知れというのが父の教えでして。かっこいい。さすがゆうまくん。これ1ヶ月ほどお時間いただきますが、よろしいですか？大丈夫です。こっちの時計もあるんで。ゆうまくんのパパすっごく偉い国会議員さんなの。いいんだよそんな話は。体操服だってイタリア製のオーダーメイドだもんね。だからやめろ。俺、君はお孫さんかな？はい。いや、これは将来はべっぴんさんだ。どうも。ちょっと、うちらの前でそういうこと言う？これは？おじいちゃんに勉強教えてもらってんのか。え？いや、練習問題集って。あ、これはそうじゃなくてアリバイ崩し。アリバイ？いやいや、すいませんすいません。大したもんじゃなくて、学校の宿題をちょっとこのなんて言いますか、アレンジしておりましてね。そうか、偉いな。今どれだけ勉強するかで10年後20年後は変わってくるから。じゃあお願いしますよ。 ありがとうございます。ねえ、私のこと本当に愛してる？うん、愛してる。え、私は？愛してる。ねえおじいちゃん、なんで嘘ついたの？時のアリバイ崩しのことは絶対に人に言っちゃダメなんだよ。どうして？だって一番大事な時間を盗んでるのかもしれないんだからね。怒ってる人もいるかもしれないからね。うん、うん、だからこれはね、時のとおじいちゃんの二人だけの秘密なんだよ。うん、分かった。よし、おじいちゃんももっともっと長生きしなきゃね。そうだな。まず、はい、スクワットスクワット。
よいしょ、あスクワットスクワット、大臀筋大臀筋。なんで筋トレ？その日から祖父は急に筋トレを始めたりして。おじいさん元気だな。でもこれでやっと秘密が分かったぞ。このノートが君を鍛えてくれたってわけだ。いやいやいや、この話はここからですよ。え、そうなのか。はい、そのノートを解き終わった私はようやく本当のアリバイ崩しを実技で教わることになったんです。実技？特に最初の実技のことは今でも鮮明に覚えています。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear おじいちゃん、 Happy birthday to you。 ありがとう。おじいちゃん、お誕生日おめでとう。ありがとう。そしてじゃじゃーん、私からのプレゼントです。はい、ありがとう。あ、開けてもいいのかい？開けて開けて。ちょっと待ってね。よっしゃ。お、なんだろう、柔らかいよ。お、あ、ハンカチだ。ありがとうね。じゃ一緒に写真撮ろう。あ、撮ろう撮ろう。はい、チーズ、はい、チーズ。はい、ありがとう。二人でも撮ろう。あ、嬉しいな。撮ろう撮ろう。素敵だね。はい、よし、よし、はい、ありがとう。はい、はい、嬉しいな、ありがとう。はいはい、よし、じゃあこうなったら私からもサプライズだ。新しいね、アリバイ崩しの問題だよ。嘘、やった。どんな問題、どんな問題？まあまあ、慌てないで慌てないで、問題を出すのは明日。お店も休みだしね。明日。今度の問題はね、今までのとは一味違うよ。なんたって犯行に及ぶのがこの私なんだから。おじいちゃんが犯人なの？そうだよ。一体どんな犯行？それはね。ただいま。ドキノが学校から帰ってくるのが午後3時過ぎだよね。今でこれを食べなさい、おじいちゃん。3時20分になったら時野は今を出て店にある振り子時計を見に行くんだ。よし。そしてその振り子時計がいつものように動いていることを確認してもう一度今に戻るんだ。動いてる。わしは3時25分にこっそり振り子時計を止めに店に戻ってくる。ああ、でもその時時は絶対に今から出ちゃダメなんだよ。それから5分経って3時30分になってから振り子時計を見に出ておいで。よし。振り子時計はなんと3時25分を指したまま止まっているはずだ。止まってる。3時20分から30分の間におじいちゃんが振り子時計を止めたことは間違いない。でもわしはその3時25分には全く別の場所にいたことを証明してみせようではないか。どうやって証明するんだろう。
ただいまー。おかえりおじいちゃん。お待ちかねだね。おじいちゃんのハンコ確かめたよ。おう、そうかい。3時25分に確かに振り子時計は止まってた、うん、そうかい。それで、うん、その間別の場所にいたっていうおじいちゃんのアリバイは？それはね、はい、これだよ。これ？うん。これ、昨日の誕生日会の写真。大急ぎで現像してくれたよ。でも、なんでこれが？あ、3時25分。うん。今日の3時25分、わしはこの触ってはいけない壁時計と遊んでた。時のにこのアリバイ崩せるかな。その壁時計がある公園まで車で20分はかかります。もちろん壁時計の針を勝手に動かすことはできません。この写真を3時25分に撮って振り子時計を止めるのは不可能ってことだな。そういうことになりますね。わかった。この写真は前もって同時刻に撮影されたものだな。まずはその可能性を考えますよね。違うのか。その写真は祖父の誕生日会の後に撮られた写真なんです。何でもあるんだよ。写真のネガの位置がその順番になっています。ほら、ああそうか。では犯行当日に撮られた写真なんだな。外で撮られた写真ですので夜中の3時という可能性もないですね。わかった。この壁時計を鏡に反射させて撮ったんじゃないか。つまり、この時計の針は3時25分ではなく、それを反転させた朝の8時35分を指していた。でもその写真の画角だと鏡に反射したカメラが映り込んじゃいますよね。じゃあ、 写真の根が裏焼きして反転させればいい。だとしたら他の写真も反転しているはずですか。では正解。もう少し考えさせてくれ。わかりました。ちなみに中1の君はこのアリバイを、はい、崩しました。そうかそうかそうか。中1の君が解いたんだ。ヒントはいらないからな。ヒントはもう十分出てると思いますけど。ではサジさんはこの問題をどう崩しますか。ちょっと待ってくれ。